はいどうも、こんばんにちは、リスザペンでございます。今回もリアルタイム対戦やっていきたいと思います。リスザペンでございます。今回はね、右の画像にも出ている通り佐々木朗希選手、こちらを使っていきたいと思います。ドラ1ルーキーの時のですね、やっぱりこの163キロのストレートっていうのがね、特徴的ですよね。今ちょっとマリーンズにしてきましたけども、ドラ1でマリーンズに入団しましたね、大船渡高校から。というわけでこちらを使っていきたいと思います。ちょっとね、ちょっとだけねやったんで、レベルとかもね、選手のレベルとかも上がってるんでね、そちら見ていただけたらなと思います。あとちょっと編集にも凝ってるんでね、よく見ていただけたらと思います。さあ、マッチングしました。お願いします。誰かな、ちょっと、ね、さあ、相手菅野投手、俊仁さんでよろしいですかね。よろしくお願いします。打率3割3分3厘、防御率 0.62、 打率2割2分6厘。全体的に僕の方が勝ってる部分が多いですね。まあ防御率は相手の方がいいんですけれどもね、正直ね、ピッチャーのあれがね、まあ、得意じゃないので。さあ、というわけでやっていきましょう。まあ、佐々木朗希選手の163キロのストレート、相手が打てるかっていうところですけれどもね、しっかりここはそうですね、後ろのバッターにですね、まあ、ここはとりあえずインコースストレート、なるほどね、OK。まあ、さすがに手でんやろ。で、このフォークもね、結構落ち幅があって結構いいかなと思っています。今ちょただコントロールが悪いっていうのが印象的ですね。で、このサークルチェンジとかね、緩急を使ったピッチングで抑えていきます。今ちょうどそういうのができましたね。ワンアウトです。キャッ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 。で、今宮選手ですね。ここもインコースのストレート、インハイ、ここボール球で、ストレートもう一球いきます。低め、これよし、 OK。 相手タイミング振り遅れてますね、だいぶ。 OKOKOK で、インローフォーク、これはボールでもいい。 OK で、2ストライクで、ここ外スラでしっかり三振かな。 OK、 引っ掛けましたね。これはショートも2選手で、中村選手ですね。ここもアウトロー、よし、これもピッチャーゴロ。 OK。さあ、というわけで初回完璧に抑えることができました。高校しっかりやっていきます。まず大島選手です。バッターは大島、相手を0点に抑えて、さあ、しっかりと抑えていきましょう。よいしょ、キャッ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 。ちょっと振り遅れかな。で、次多分スライダーだと思うんですよね。ただスライダー正直苦手なんですよね、菅野選手。ほらほら、曲がりすぎなんで、反則反則。これは本当にね、頭悪いと思ってる、このスライダーは。なんでさ、こんなさ、グイって曲がってバッてなるのかよう分からへんねん。さあ、 OK、 これは落ちないか。うーん、割と捉えたと思ったんだけどな。で、吉田正尚選手、もう本当にこの人人間じゃないと思ってます。打率エグいですよね。 OK、 今首位打者走っておりますけれどもね、吉田正尚選手。よし、今のスライダーよく見ました。1球目はもうしょうがないし、で、次もう1球スライダーかな。で、やっとるかな。 OKOKOK、 対応力ね、出ましたね。 OK、 ツーアウト1塁、ここでブーマー選手、ここホームラン打ちてえな。せっかくブーマー選手なんでね。 OK、 ワンシーム、このワンシームも打てんのよ。ワンシームスライダーほんとね、で、落ちる変化球もあるし、まあ今縦スライでしたけど、もうこれよく見れた方だと思います。結構、落ちるでしょう、これ落ちていく。 OK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 、 ツーベースヒット OK、 でかいよこのツーベースヒットで。高橋周平、周平選手行きましょう。応援歌も今年変わりますからね。 OK、 縦スライ、これ超えたでしょ。 OK、 超えていく。 OK、 タイムリーツーベース、二塁セーフ。ちょっと怖かったっていうのは内緒なんですけれどもね。 OK、 この調子でいきましょう、太田選手。ただこの外スラをどう攻略するか。 OK、 失投ですね。ちょっと動揺してるんじゃないかな。動揺してくれた方がちょっとありがたいみたいなところはありますけれど。 OK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 、 よし、これは引っ掛けちゃったな。今宮選手の守備範囲引っ掛けちゃいましたね。で、お相手もバージョンは違いで吉田正尚選手です。吉田選手、村上選手と続いてくるところちょっと怖いですよね。
マリーンズリードで迎える最終回です。でこのカーブしっかりね緩急使って、でもう一球ここも遅い球サークルチェンジ、あー今ボール球投げるつもりだったんですけどね、ストライクボール入っちゃったんで結果的に打たれちゃいましたね。まあしょうがないです、こうゲッツー取れましょう。インコース、OK、ナイスボールなんじゃないですか今の。でここは外から入るスライダーかな、よいしょ、 OK 引っ掛けたんじゃない、OK、バットの先っちょなんじゃないかな。村上選手も普通に打てんかったでしょ。で、ツーアウト。あとはグラシアル選手。この回の佐々木、ジュイスペル・グラシアル。そうですね。理想的なピッチングだと思います。OK、OK、OK、はい。で、そうですね、外にちょっとね、逃げる感じのスライダー。高めのボール。OK、ファール。OK、OK、OK、OK。もう相手。でもこれ振るって打つ気ないやろ、相手。うわ、打つ気ないやろ、多分これ。ほら、これでも振るやろ。いや、最後ちょっとなんかな、そういうのあんまね、まあ、2対0でね、渡していただきましたけど、ありがとうございます。というわけで、本日の動画は以上になります。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録とかね、高評価とかまだの方、まあ、あとコメントとかもね、気が向いたらね、まあ、できる限り用意しておきます。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。